普段はにぎわいのある四万十市の夜の街ですが、このように閉めている店舗が目立ちます。そしてこちらの店舗ではこのような張り紙を貼って自主的に臨時休業しているお店もあります。四万十市の中心部は感染者が増え始めてから夜は人通りがほとんどなく、多くの店が休業しています。居酒屋だるま屋は県の認証店です。先月中旬以降、客足が激減しました。県がまん延防止の要請を決めたことを受け、店主はちょっと遅いかなとは思ったんですが、けどまあね、県の方もいろいろ考えて出した結果でしょうし、それはしょうがないと思いますけどね。一方、こちらの居酒屋は非認証店です。スペースの関係もあり、認証の基準をクリアする対策を取ることができないといいます。店主は県が認証店と非認証店で対応を分けたことについて疑問を抱いています。みんな頑張ってやりようんですよ、このコロナの禍で大変な時に。それで認証店だけはアルコール出していい、認証店じゃないとこはアルコール出しちゃダメいうとこはね、決めたことは従うけど、ちょっとおかしい考え方と思います。適用されれば第5波の去年8月下旬から9月中旬以来となる2回目のまん延防止。前回は高知市のみでしたが、今回は県内全域が対象となり、影響がどこまで広がるのか懸念されます。